い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、最近私結構メイクが昔に比べると薄くなってきてるんですよ。アイシャドウもそんなに色をあんまり使わなかったりとか、濃いメイクを忘れてるんじゃないかっていうことで、今日はちょっと久しぶりのガンガンに色味を使ったいつもよりも派手めなメイクをしていきたいと思います。媚びないメイクですね。どういうメイクにしようかなっていう風に考えてたんですけど、やっぱり組み合わせが斬新だなとか引きつけられるなみたいなメイクって結構中国メイクがやっぱり多かったりするんですね。私もインスタとか見ててもすごく目につくので、中国メイクやっていこうと思います。せっかくなので今回は中国コスメをふんだんに使ってやっていきたいと思うんですけど、今回使っていく中国コスメが花にしこっていう最近話題になっていると思うんですけど、本国中国でも有名なコスメブランドで、私も前にインスタでちょっと紹介したんですけど、とってもねパッケージも可愛かったり発色ももちろんいいんですけど、すごく繊細で可愛いコスメばっかりなので、アイテムも紹介していきながらその媚びないメイク、中国メイクやっていきたいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それではメイクをしていきたいと思います。スキンケアと下地が終わっているので、ファンデーションからやっていきたいと思います。今回使うファンデーションがこちらです。これもねその花にしこのやつなんですけど、なんかこうオーロラみたいな、すっごい綺麗なんですよ。こういうパッケージがたくさんあって、どれもこれも綺麗すぎて見とれちゃうんですけど、今回このクッションファンデを使っていきます。結構みずみずしい。ということで今じゃあクッションファンデできたので、この上からフェイスパウダーをしていきたいと思います。フェイスパウダーはこちらを使います。これもとっても綺麗なパッケージなんですけど、これがねすごいんですよ。こんな感じでめちゃくちゃ繊細じゃないですかこれどうやって作ってるのっていう、すごく繊細で細かいところまで彫刻がされていて、ちょっと何回か使っちゃったのであれなんですけど、最初使う時はもうこれ崩していいのかなっていうのがありましたが、こちらのパウダーを使っていきたいと思います。大きめの筆に取ってのせていきますね。これはね結構肌に優しいパウダーで安心して使えるんですよ。敏感肌の方とかすごく大きな変化は分かりにくいかと思うんですけど、東方シルクっていうのが使われていて、パウダーがすごく柔らかくってきめ細かいんですよ。結構やっぱ中国人の方とかって肌すごいこうなんていうのかな、作り込まれたような肌だけどでもすごく素肌感があって綺麗じゃないですか。そういう感じの肌に仕上がるので、これすごくおすすめです。パウダーなのでちょっとマットな感じの仕上がりにはなるんですけど、細かいのでカメラで伝わるか分かんないんですが、すっごい細かいなんかパールみたいな感じのものが入っているので、なんかそれがマットな感じなんだけどちょっとツヤっとっていうか素肌感を出してくれるのかなっていう風に思います。仕上がりも肌めちゃくちゃサラサラです。ベースメイクはこんな感じで完成なので、続いてアイメイクに移りたいと思います。今回アイメイクこちらを使っていきます。これも花にしこのアイシャドウパレットなんですけど、これ有名なので多分見たことある方もいると思うんですが、じゃん、こんな感じです。これもね本当に彫刻が綺麗なんですよね。これをね使っていくんですが、まずベースにこのカラーを使っていきたいと思います。これもう手で塗っちゃおうかな。すごい細かいラメが入っててめっちゃ綺麗ですねこれ。続いてこちらのちょっとピンクっぽい感じの色かな、これをね塗っていきます。これはもうね結構がっつり目頭側に入れていきます。目尻側はまた後で違うカラーをのせるので、とりあえずまあ半分ぐらい一旦このカラーを入れていきます。粉が細かいので密着力がすごい。今塗っていった筆についてる残りでちょっとこの下まぶたを塗っていきます。目頭側からふわっとのせる感じで。そしたらまあ中国メイクといったらやっぱりねこのカラーでしょという、真ん中のこの赤いカラー、こちらをのせていきます。これも筆にとって結構がっつり取っちゃって、これを目尻にのせていきます。今塗ってないところですね。がっつりね入れていきます。やっぱり赤のせるとだいぶ雰囲気が出ますね。でちょっと細めの筆に持ち替えて、下まぶたのこの目尻側ですね、ここにも入れていきます。結構ここはがっつり入れていいかな。しかも割と広めに塗っちゃいます。もうこれでもいつもと全然違いますけど、さらにもうちょっと深みを出したいので、この一番右の濃いめのブラウンカラー、これをちょっと上から重ねていきます。この目尻にのせていきます。で下まぶたも同じようにやっていきます。
なんかいつもよりも濃いめのメイクしてると集中して無言になっちゃう。やっぱりアイシャドウで結構ね印象変わったりするので、ここは重要なポイントではあるんですが、そしたらこの一番左側のカラー、ブラックに近いブルーなのかな、ネイビーっぽい感じのすごい綺麗なカラーなんですけど、これを取ってアイラインっぽく目尻に引いていきます。キリッとさせたいので跳ね上げるイメージで描いていきます。もうちょっとここから一手間加えていこうと思うんですけど、このゴールドカラー、こちらのカラーをですねまぶたの中央に乗せていきたいなと思います。境目ぐらいかな、ここにちょっとねこういう感じで境目をぼかす感じのイメージで、はい、こんな感じかな。うん、かわいい。そして最後ちょっともう一個だけアイシャドウでやりたいのがこのカラーですね、ホワイト系の綺麗なカラーなんですけど、これを目頭にのせていきます。こんな感じでアイシャドウはこちらで完成になります。では続きまして眉毛をこのまま描いていきます。眉毛も花西子のやつなんですけど、アイブロウペンシルで、スクリューブラシもついてるのでとりあえず眉毛の毛並みを揃えてこちらのペンシルで描いていきます。こんな感じで斜めカットになっていてとても描きやすいんですけど、これでちょっとキリッと描いていこうかな今日は。はい、ではねマスカラをしていきたいんですけど、マスカラが花西子のものがちょっと手元にないので、マスカラだけはちょっと自分のものを使っていきます。ブラックのマスカラでやっていきます。こんだけアイシャドウがしっかりしてるのでマスカラも目立たせたいなと思って今日はブラックを使います。はい、じゃあマスカラも塗れましたので続いてシェーディングをしていきます。これがね3色のパレットが入っていて、こんな感じでシェーディングはこっちの一番右のカラーを使っていきます。この鼻筋をね結構際立たせたいので、こういったアイメイクとかががっつりなメイクの時はシェーディングとかもしっかりとやってあげた方が全体的にバランスも取れたりとかメイクの仕上がりも綺麗になると思うので、シェーディングもしっかりと入れていきます。このパウダーすごい柔らかくって馴染みやすい、しかも発色もちゃんといいのですごい使いやすい。これ続いてチークを塗っていきます。チークも花西子のものを使っていきます。ピーチ系のカラーですね、コーラルっぽい感じ。結構アイメイクがしっかり色があるのでここまでがっつりって感じはないんですけど、ちょっとこう一色感を出すようなイメージで軽くふんわりとつけていきます。やっぱりクールな印象にしたいので顔を引き上げるようなイメージで塗っていきます。そしたら続いてハイライトなんですけど、こちらなんですけどこれがめっちゃ綺麗なんですよ。彫刻ももちろん綺麗だし輝き方も異次元異次元。これを使っていきます。ツヤンってね発色してくれるんですよね。わかるかな、粒子がとっても細かいので肌にもすごく綺麗についてくれるし、発光する感じ、すごく自然な感じのツヤでとっても綺麗ですよね。はい、じゃあ残すはリップのみになりました。リップもですね花西子のやつを使っていくんですけど、じゃーん、こちらでございます。このパッケージさすが中国コスメだなっていう、パッケージのね豪華さ、特別感がすごいですよね中国コスメって。これケースなんですけどここをピッて押すと出てくるんですよ。でこれもねすごいんですよ本当に、もうマジでこれは見てほしい本当にすごくて、これも彫刻がすごいんですけど本当に細かいんですよ。これはね芸術本当に崩したくないですもん、もう眺めていられるぐらい本当に芸術作品だなって私は感じるんですけど、どうやって作ってるんだろうこれ、めちゃくちゃ細かいんだよな。でリップがですね2種類あるんですよ。なので今からどっちを使うか決めていきたいなって思うので、ちょっと一回腕に出してみようかな。まずこちらの M211 番を塗っていきます。これがこんな感じの色、めっちゃ発色も良くてすごい滑らかに塗れるんですよ。ちょっとこっちはオレンジっぽい感じかな、イエローベースの方とかすごいハマりそうな赤リップですね。結構朱色っぽい感じ、オレンジ味が強い赤になってます。そしてもう一つが M506 番のカラーです。これも赤リップなんですけど、こっちのカラーは
こんな感じ。結構ね、色違いますよね、出してみると。こっちの方が赤みがより強いかな。ちょっと大人な赤って感じですよね。になってるんですけど、どっちにしますか。どっちでも可愛いですよね。やっぱりちょっとこっちの方が中国っぽさはあるかなっていう風に私は思うので、こっちの赤みが強い方を塗りたいなと思います。じゃあ塗っていきますよ。このリップはね、すごくあの唇にも優しくて、私は荒れたりとかそういうのは感じないですね。安全な成分が入ってるので、唇に優しい成分なので安心かなと思います。うん、かわいい。これしかも本当に滑らかなんですよね。塗りやすくて、なんか仕上がり的にはどっちかっていうとマットっぽい感じの仕上がりではあると思うんですけど、乾燥もそんなに気にならないし、普通のマットじゃないんですよね普通のマットじゃないんですよ。もちろんカラーも可愛いんですけど、質感もめちゃくちゃ好きです。ツヤリップまではいかないけど、輝きがあって、そこもね結構上品な感じに見えるかなと思います。すごい唇でも綺麗に乗ってくれますよね。私は結構こういう境目がはっきりしてる感じのリップの塗り方が好きなので、もちろんぼかしても塗れると思うんですけど、くっきりとしたリップメイクが好きな方にもおすすめなリップですね。はい、というわけで完成いたしました。こんな感じで髪の毛もちゃんとやってきたりとか、アクセサリーもちょっと豪華な感じで、結構大きめな存在感のあるピアスをしてみました。すごく普段とは違った感じのメイクになったんですが、まあ、やっぱこういうね濃いめのメイクもすごく可愛いですね。私はめちゃくちゃ好きです。最近はね、なんかわかんないですけど、やっぱ年齢を重ねるごとにどんどんとナチュラルな思考に行っていたので、こういった濃いめのメイクはすごく久しぶりだったんですけど、やっぱ久しぶりだからこそ新鮮な感じでとっても楽しかったです。でまあ今回マスカラ以外なんですけど、ほとんど全部この鼻にしこでやっていったんですけど、どれも本当にクオリティも高いし、パッケージも可愛いし、本当にどれもおすすめのアイテムばかりなんですけど、まだまださらに可愛いコスメたくさんあるので、よかったらあの概要欄からぜひチェックしてみてください。やっぱ日本のコスメとはちょっと違った感じの雰囲気があるっていうか、本当に一つ一つすごい見とれるようなコスメがたくさんあるので、ぜひ見てみてください。はい、というわけで今回はこんな感じで、久しぶりにちょっと強めのこびないメイク、中国っぽい感じのメイクをしてみました。個人的にはすごく大満足な仕上がりになったかなと思います。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。